転出者が転入者を上回る転出超過が都道府県別で最多となっているのを受け、広島県は2024年度、若年層の県外流出の要因を探る調査を始める方針を固めた。分析結果を踏まえて社会現対策を再構築する。複数の関係者によると、企業や学生に対してアンケートやヒアリングをする予定。学生には魅力を感じる企業の条件や就職活動での企業情報の入手方法、県内企業には採用状況、他県在住の県出身者には移住意識などを尋ね、効果的な施策につなげる。22年の総務省の人口移動報告で県の転出超過は9207人。現在の統計方法となった14年以降で最も多くなり、都道府県別では2年連続で最多だった。県は若年層が就職を機に県外へ出ているのが一因とみて、詳しく調べる。県は首都圏からの移住者に支援金を支給する制度などを設けているが、社会像につながっておらず、さらなる対策が必要と判断した。24年度一般会計当初予算案に新規事業として3000万円を盛り込む方針だ。隣が大都会岡山だから、岡山も転出超過。行くとしたら大阪か、いっそのこと東京だろ。瀬戸内海の島内に仕事がない。高齢者がすでについてる仕事に若者は参入できないので、大阪や東京へ出ていく。暮れの減少率が全国トップクラス。もうすぐ人口20万人終わる。日鉄なくなっちゃったもんな。暮れは日鉄が買収した日清製鋼の高炉の火を消して撤退したから、さらに落ちるわ。未だやってなかったのに驚き。カープがあるのになんだや。就職先が少ないのでは。こんな、広島から出ていくんか？マジで遊ぶところが何もないからな。就職先も進学先もないから。大学で言うと広島大学のレベルが少々物足りないし、その滑り止めになりうる私立大学が県内に存在しない。これ、結論出てるんだよね。広島は進学校が多くて大学進学率が高いんだけど、まともな大学は広島大学だけで、しかも広島市から東広島市へ移転しちゃったから。だったら東京や大阪の大学へ行くって子が多い。そしてそのまま就職。単純に楽しくない。生活はしやすいけど楽しめるところが少なすぎるからそりゃ若い子は出たいさ。まあ広島の場合、福岡と関西に挟まれ、隣に岡山があり拠点性がちょっと弱い感じはする。日本三大都市の一角福岡に流出するのは自然の摂理だな。工場しか働き口ないからだろ。暮れの工場がなくなるんだから減るのは当たり前だろ。施設じゃないの。一戸建てにはきついとか。空港なんてあんなところに作ってずっと交通網を放置してるのはなぜなぜ。確かに青森に行きたい時でも新幹線使いたいぐらい。変な場所にあるよな。地方って公務員か土建か農業しか仕事ないのに土建も減れば公務員しか残る入る人いないだろ。原因なんてどこも同じだろ。東京から遠いから、解決策はない。指摘している人がいるが大学が大きいな。広島市は土地がないから中心地に大学がない、これが致命的。広島市の会社に勤めていると、会社の行事でカープの応援に行かされることあるけど、あれなんだ？地域密着って言えば聞こえがいいけどさ。瀬戸内海沿いは日本の中では比較的災害が少ないのでいいけど残念ながら平野が狭い。それで山切り開いて住宅作ったら、土砂崩れするしな。20年以上前に上京した口だが自分も広島離れたきっかけは大学だったな。高大も考えたけどいかんせん田舎。当時は東京へ憧れていたこともあり進学で上京。住めば都でやっぱ便利なので就職も東京で済ませて住み着く以上終わり。広島は3泊4日で旅行に行くくらいでちょうど良いと思います。年取ったら田舎の魅力感じるようになるだろうが若いうちは全く理解不能だろうな。町としては住みやすいけど大学と企業がしょぼいからな。まあ広島以外の岡山とか神戸も同じ問題抱えてるんだが、関西は結局は大阪に集中する感じになる。関東圏の東京市場主義ほどではないがな。広島みたいな商業都市は若者が根付かないよね。まだ福山とか岩国あたりだと大きな会社がありそう。氷河期の俺は地元で就職したかったけど、求人がゼロで驚いたな。仕方なく東京へ行ったが、広島市は山か片しかないから住みにくい。病院調査しないとわからない無自覚なとこがいや。わからないというか、わかりきってるのに目をそらしてるんよな。札幌以外は激減の北海道と同じだな。広島市以外は増えようがない。都道府県順位は12位のままだが、衆院の小選挙区は7、6。広島市は減ってる。増えてるのは大学のある東広島市。やっぱり大学の存在は大きい。広島旅行するんだけど何がある？原爆ドームと厳島神社以外見つからんから岩国も行く予定なんだが、広島市内は小さい東京だから、観光ならそれ以外かな。前に青春18切符で貧乏旅行してたら鉄道のすぐ近くに球場があって盛り上がってた。ああいうのっていいね。広島県立美術館、尾道、しまなみ海道。広大を中心地に再移転してみれば、第二次産業、造船は衰退し特にありません。第三次産業、岡山と拠点が二分されてます。エンタメ、東京、大阪、飛ばして福岡。広島ってイベントに関しては愛知みたいなもんなのか。愛知はいつも札幌仙台東京と来て名古屋飛ばしで大阪。だって東京に行った方が賃金高いですし。転出超過の全国最多って広島だったのか。みんな都会へ出て行っちゃう感じか。
どっちみち優秀な学生は上京するか京大で地元を離れる。そこまで行かない学生を地元の大学にどれだけ残せるかどうか高大を戻せと言っても土地がないよな。移転したのは失敗だな。これでも人口増減率は20位だから、それなりに維持してる。規模はそこそこなんだが所詮は地方都市だからな。大学も企業も弱いから若者が出て行って帰ってこないという地方都市共通の問題から逃げられない。まず進学先の第一希望が県外な地方は若者減るに決まってるだろ。広島と兵庫の人間は東京に対する憧れすごいよね。仕事がないとかじゃなく憧れで出ていく。っていうか東京も仕事ないというか、東京は給料の割に家賃が高すぎる。どこも住みにくい。幕張本郷あたりに部屋借りて東京勤務がベストアンサーやろか？幕張は遠いじゃんか。都内まで総武線で1時間近くかかる。空港をしないから山の中へ移転したのがそもそも間違え。広島ってまあまあ都会足出る必要ないやろ。大阪か福岡にでも行くんかな。高校まで広島だけどあれは生ぬるい地方都市という言葉がぴったりなんだよ。広島の人口を増やすなら重工業の復活しかあるまい。まともに稼げる仕事を得るなら大都市しか選択肢がないからな。リモートワークで稼げるのは高スキル人材だけだし。空港へのアクセスが悪すぎる。東京、大阪に近すぎる。広島、岡山の主導権争いで共倒れ。広島の人間は東京に出るの？近い大阪じゃなくて？広島に限ったことじゃないでしょ。というかなんでみんな都会に行くの？って話でしょ。調査なんかしなくてもみんな理由わかってるでしょ。むしろなんで残るの？って若者は聞きたいんじゃないか。空港に行くだけでバスに乗って1時間もかかるってマジ？最近は東京で夢破れても故郷に帰らないのはなぜ？東京以上に地方にお仕事がないから。故郷がボロボロ。で戻りに厳しい印象はある。高校の進路選択時に対策を取ればいいのに、地元の就職を斡旋するとか、地元の大学に推薦でねじ込むとか、他所に進学する人に、卒業後の地元の就職先を紹介しとくとか。旦那が広島へ出張していたよ。雪が降るし田舎だし暮らすのは向いてない地域と言ってて意外だった。広島市内はあまり雪は降らないから北の方じゃね。出張で行くところで雪が降るところだと東広島だな。山の上の盆地に町があるから。広島って独特の匂いがあるよね。なんなんだろう、新幹線降りた時のあの匂い。都内でも新小岩とか JR 降りた時の街の匂いが独特。大分は結構帰ってきてるよ。広島に限らないけど、時の洗礼受けた安全な時の古屋放置して、斜面切り開いて新築建てるのなんでなのか。広島は大して栄えてもないし大阪と東京に遠いからな。広島に住むなら福岡に住むってなる若い構想。広島は都市部が日本海側に接していないのが致命的。あの辺は気をつけないとすぐ座礁するし外からの船は近寄りたくないのが本音だからこそ海軍の本部になったわけだが、一方近隣の山口から長崎にかけては朝鮮半島や大陸を通じて海外との交流が盛んだったから栄えてきた。いやいや、仕事はいっぱいあるじゃん。しかも高収入の松田もあるし。贅沢言わず松田の工場で働けや。そもそも、あの狭い土地に100万人いるんだからこれ以上増やせないだろ笑い。家建てるとかなさすぎて家賃下がらない。最低賃金2000円にしたら解決するよ。広島市立大学でも作れば？ある山の奥に。広島県は若い世代の地元率が全国トップクラスなんだが、地元愛が強いという側面と、よそからの輸入がないとも言える。広島市ってなんであんなに人口が多いのかよくわからん。でかい企業ってカルビーくらいしかなくね。松田あるやん。でも、あんな狭い三角巣みたいな場所に100万人とかおるのはほんと謎だよね。広島市自体は人口増えてるよ。最大の受け皿である広島市に魅力がないのではないか？広島市自体が飽和状態なのかも。広島大学の卒業生の動向を見たら、わかるよな。広島市とその周辺の廿日市や東広島市は栄えてる。が、3人の人が県外行ってるってことだよ。大学を山の中に移転させるのも悪手だよな。若者は普遍的に都会に行きたいんだから県内の大学は広島で一番開けた街に集結させた方が若者流出歯止めになる。毎年暮れに帰省するけど、駅ビルのお好み焼き屋とか大してうまくもないのになぜいつも行列できてんの？それがよくわからん。仕方ないかも。とりあえず駅に集まるし、昔の広島駅だってそうだったし。駅周辺に何もないんだよ。アーケードは少し遠いし駅利用者はそこまで行かない。広島駅周辺の徒歩圏内が寂しいのがね。広島ってさ、鳥取山口岡山に囲まれてるんだけどどれも田舎だもんな。和歌山とかは大阪が隣接してるし山口もまあ福岡が隣やもんな。一番の原因はここかな。何もないもん。観光も厳島神社くらいだもんな。上を目指したい。より良い環境で生活したい。逆に野心ある上昇志向の若者が多いとも言える。広島にモチビット半導体工場あったような。マイクロンとグーグルの誘致はされててインフラだけは整備されてる。分散されてるから災害には強いというだけ。まあしゃあない。仕事がある場所に人は集まるもの。せめてベッドタウンとして機能しねえと無理。東京並みに有名イベントが来たり大型店があったりすら誰も逃げないよ。東京でやるイベントは世界的なイベントじゃないから欧米人の多い広島では需要がない。イベント側が広島を避けるらしい。いろんな理由があるみたい。単に人が集まらないからよ。他の政令都市にも来ないのはそういうこと。広島は街中で遊ぶ場所がなくてつまんないから。芸能芸術や流行りに敏感イベント好き。アクティブな若い子は上京するよね。昔は海軍兵学校があったけいの。
今は近代工学部しかありませんので。昔は広島大学の方が岡山大学よりはるかに格上だったけど、今では同じか岡山大学に逆転されてる。首都圏 U ターンに的を絞った施策の見直し、東京から戻る来たる人に絞るのはずれてると思う。帰ってきてほしい人を優先したのはわかるが、現実に狙うべきは道東圏へ転出した人たちだろうと。東京、大阪からの距離がね、インフラ整備されて大都市圏から日帰り圏内かどうかが明暗を分けてる。まあ地方邪魔しな方だぞ。広島から西に行くと男も関西なまり隠すのが上手くなるイメージあんな。個人的に岡山あたりが境かね。聞いたら出身が広島とか山口とか九州とか案外多い。近畿の男は大抵直らんな。広島弁はアクセントが東京と大まかには一緒だから言葉遣いさえ直せば結構隠せる。むしろ言葉だけ直してもアクセントで上京してきた田舎もんとバレるぞ。くれが主因だろ。答えは勝ってんのになんでわざわざ調査する必要があるんだよ。結局は雇用増やすしかないと、わかりきってる。意外かもしれないけど転出超過の上位3県は、1位広島、2位兵庫、3位愛知。比較的人口も多く娯楽も仕事もそこそこある県であるという事実。つまり今以上の待遇や環境を求めてるような。広島は地元企業を優遇するんよ。昔からの付き合いとかつながりとかね。悪く言えば新しいものを取り入れない。広島って都会で良いイメージあるけど違うんだ。やさぐれた昭和感を味わいたいならおすすめの街。田舎にありがちな昔ながらの食料品兼雑貨屋があるからね。未だに元気はつらつオロナミン C の看板がある。カップラーメンでさえ蓋が妙に膨らんでたり賞味期限がやばいのばっかりだし。都内であんなのがあったらクレームになって大変だよ。横並び意識が強いかな。出る杭は上京する。金使って調べなわからんの。ほんまはわかってんのに首かしげてからに。広島大学を市内に戻せば出ていくの減ると思うぞ。すでに法学部が戻ってたし。これからどんどんと市内に戻ってくるかも。観光客は多いのにな。広島って京都もびっくりするくらい観光客が多いのな。よく仕事がないって言うけど、若い人は仕事があっても楽しく暮らせないなら出ていく。教育か仕事じゃないかな。大学も広島大学くらいしかないのでは？一応、人は住まないけど数ヶ月滞在する人は多いから経済的には潤ってる。頭良くても勤め先は松田、中国電力、三菱重工とか広島銀行くらいだろ。広島市の三角巣の中で育ったけど、東京とはあまりにもチャンスに差がある。変えることはないな。中電工、広島ガス、佐竹、オタフク、カルビーがあるべ。それだけあるって幸せなことなんだけどな。東京は同じレベルの人間がひしめき合っているので大体数ランク下の会社に就職するんだよ。賃金は相対的に低く名前も知られていない変なところに入る。広島県の話しなのに終始広島市都市圏だけの話になるところかな。福山エリアの人は広島でなく大都会岡山へ行くでしょ。だから県全体としても流出が多くなる。九州の他の県の人も福岡に来るもんな。少しでも良くなろうと思えば上に行かないと無理だしね。広島は東京はもちろん大阪も福岡も微妙に遠いからな。ちょっと遊びに行くとかいう感覚じゃない。じゃあ引っ越そうってなるんだろ。大阪にも福岡にもないものがあるが答えなんだが、絶対にそこにはたどり着かないだろうな。子育てだの雇用だのはそこに紐付けないとただの補助金じゃ意味がない。都会に憧れるのはやめましょう。広島の飲み屋街とかもろ昭和だからな。ストリート中見たけど金沢の5倍くらい都会やん。贅沢な奴らめ。っていうか、あえて広島に住みたいって理由がないだろ。それに尽きる。全国の大学を減らして、地方に工場を誘致する。これしかないよ。俺は広島生まれ。広島育ち、広島在住でカープファン。これまで都会は東京、田舎は宇和島まで住んだけど、自分には程よく都会で程よく田舎、夏は海水浴、冬はスキーができる。広島がナンバーワンよ。まあ独身美女が溢れ返る博多にだけは、ちょっとだけ未練があるが、土地が良くて思ったより楽しめるのはわかる。しかし、面倒くさい人率が他県より多い気がするから疲れるわ。俺の身の回りのサンプルがダメな可能性も否定はしないが、超過転出なんて広島だけの話じゃないだろ。東京にみんな吸われてる。転入超過の都道府県、東京、神奈川、埼玉、大阪、千葉、福岡、東京だけではない。若年層に限定すると福岡も人口流出県らしいよ。福岡も市内半径5キロ以外は田舎だしね。子供支援がなさそう。子供支援のいい大阪にも若者を取られてそう。カープ以外のファンも受け入れてくれや。引っ越しを考えるわ。逆にめっちゃ広島に住みたいわ。最低賃金が安いんじゃね。仕事柄大学生を相手にしているんだけどさ、去年の新卒の子たち、知ってる限りだと50人中45人くらいが東京へ出て行って就職したよ。ちなみに、東京へ出る動機は、仕事がないからなんてのは建前であって、本音は東京はライブなどで遊び回れる場所がたくさんあって趣味を満喫したいからがほとんど。まあ Z 世代らしいよね。SNS でキラッキラした都会の日常、実際は非日常なんだけど、毎日目の当たりにしたら嫉妬と羨望で都会を目指すのはある意味健全な若さだと思うけどね。むしろインスタで平均化されてるというか、インスタで良い店だなって思ったら名古屋だったとか福岡だったとかだら。まあここまで来てると、地方の政令指定都市の下位クラスまで人口流出は始まってるんだよね。若者はひたすら東京を目指す。
広島市は中四国では一番の大都市だけど、四国のやつは都会に行くって言ったら大阪に行くし、山口は福岡に行くし、その他の県のやつらも東京か大阪だもんな。広島ぐらいのほどほど賑やかな地方都市、他には仙台、新潟、熊本、愛媛の松山なんかに住んでると、地元も悪くないけどもっと大きな大都市に憧れてしまうんじゃないの？東北の若者が仙台に集まるとか、九州の若者が福岡に集まる的なことが中国地方ではできない。福岡や仙台の若者は他の大都市に移るのだろうが、流入する若者で埋められるんだろう。広島は流入がなく出ていかれるだけ。中四国ってメイン都市が欠落してるんだよな。だから微妙に空白地帯っぽい感じになってる。広島出身、東京の大学出て、東京で就職したが、中学の同窓会は東京でやった方が人集まるのが現実。高卒の奴らも東京に出てきている実態。広島駅前は綺麗にやり替えてるのにな。あそこだけ見たら博多駅より栄えてるのではって思うぐらい。大学進学も地元で長男だから地元就職しか認めないなんてことを言える親がいなくなったしな。せっかくならやりたいことをやってくれって夢見るしな、悲しいな。東京も人が多すぎて迷惑だわ。地方の学校から東京の中小零細に就職するのは大変やで。だったら学校は東京にした方がいい。岡山や広島は大地震の心配が少なさそうで今すぐにでも住みたいけどな。岡山大学の留学生は災害がないって話聞いて岡山選んだと言ってたわ。広島から関東に行った人間の意見言わせてもらうと、ろくな大学がない、まともな就職の求人が少ない、街が小さい、車が必須だから帰る理由がないかな。カープは好きだけど関東でも観戦できるし。広島はまだマシ。島根、鳥取や兵庫、京都の北部はもう無理。東京筆頭に都市部住みがあまりにも有利すぎるからな。東京生まれの時点で親ガチャ上位 10% がほぼ確定するわけだし、受験も就職もあまりにも有利すぎるから、何かしら公平になるような制度を作った方が良い。金も若い女も大都市に集まっちゃってるからね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。